よし、いい調子だ。守りきれ。助けてくださいね、親父。調子だ。守りきれ。調子だ。よし、俺たちの勝ちだ。よくやった、お前ら。へえ、これで片付いたかな。やるやないか、桐生監督。采配やったで。なかなか難しいもんだな。ブラボー。いやー、やっぱいい会社じゃん、真島建設ってさ。お、あんた誰だい。初めて見る顔だな。桐生だ。お前こそ何者だ。おっと、自己紹介が遅れました。武藤刑事、武藤不動産って会社の代表だ。武藤不動産。まあこの辺ではそこそこ有名な会社でね、真島さんにヒルズ計画を譲ってほしいってお願いしてんだけど、なかなか OK してくんなくってさ。ということはこいつらが。ああ、うちを狙っとる連中や。
真島さんも堅物だよね。いくら金積んでもオッケーしてくんねえんだもん。お前らにくれてやるようなカムロ町ヒルズはないわ。ふーん、まあそっちがその気ならこっちは強引にやるだけだけどな。な、長野。ああ、俺のパートナーの長野だ。この辺で一番でかいカラーズっていうギャングチームを束ねてる。よろしく頼むぜ、真島さんに。桐生さんだっけな。建築会社の一つや二つ、うちの下っ端連中だけで処理できると思ったんだが、とんだ勘違いだったな。あんたらなかなかやるじゃねえか。肩着にしとくのはもったいねえぜ。そうだな。あ、もしよかったら知り合いのヤクザ紹介するぜ。転職するか。残念だが間に合ってるんでな。あ、そう。まあいいか。今日はご挨拶もできたし、もう帰るか。ああ、こんな助っ人が出てきたんだ。こっちも何かしら策を打たねえといけねえんじゃねえか。策ねえ。例の三重師にお願いするか。俺は好きじゃねえけど。三重師？地上げ三重師聞いたことねえか。そんなん聞いたこともないわ。うん、あんたも建築会社の社長ならそれくらい覚えといた方がいいぜ。まあすぐに会えるかもしれねえから楽しみにしとけ。もう帰ろうぜ長野、腹減っちまったよ。おう。おい、真島建設。ああ、遊びはこれまで、次はマジで行かせてもらうからな。上等だ。こっちも本気で行かせてもらうで。三重師だかなんだか知らんが、まとめて相手したるわ。はははヒルズ計画は金のなる木。お前らなんかには荷が重すぎんだよ。覚悟しとけ。お前ら、いたきたにしてやるから覚悟しとけよ、こら。すまんの、ケルちゃん、面倒なことに巻き込んでしもうて。兄さんには世話になってるんだ。これくらいお安いご用さ。あんな連中にヒルズ計画の邪魔させねえ。帰り討ちにしてやろうぜ。そやな。なんや、久々にキルちゃんと共闘できると思うと、キーとばかりワクワクしてきたわ。よっしゃ、このカムロ町ヒルズ予定地に奴らの血の雨降らせたるで。キリュウ監督率いる真島ジャパン本格始動や。すみませんね、三重師の皆さん、今日はお集まりいただいて。おう、お前らが俺たちを誘うなんて珍しいじゃないか。てっきり嫌われてるかと思ってたのによ。嫌ってるなんてそんなわけないじゃないですか。大先輩方、尊敬してますよ。そんなことはどうでもいい。早く用件を言え。天竜さん、相変わらずせっかちだな。今日お集まりいただいたのは他でもない、カムロ町ヒルズ計画の奪還にご協力いただきたい。カムロ町ヒルズ。おお、いいじゃねえか。
カニの匂いがするな。なんだそのなんとかヒルズってのは。そんなに儲かんのか。西公園の跡地にでかい商業ビルを建てるって計画だろ。あれを奪還できたらそれこそ僕じゃ済まねえぞ。ほう、いいじゃねえか。その計画ぶんどっちまおう。そうしたいのは山々なんですが、ちょっと問題がありまして。問題？長野山党が俺たちに頼むってことは、相手の一筋縄じゃいかねえ連中ってことだろう。さすが天竜さん、その通りです。ヒルズ計画を受け合っている真島建設、その社長真島五郎、こいつは元東条会の幹部で、シマノの狂犬と言われる武道派だそうで。へえ、そんな奴が建設会社なんかやってんのか。人生いろいろだな。おい、そしてその真島の側近桐生一馬、こいつはなんと東条会四代目会長、堂島の竜と言われた伝説の極道です。桐生、どうした天竜？いや、なんでもねえ。要はその桐生ってのと真島っていうのが手に負えないから、俺たちに何とかしてくれってことか。さすが長州さん、その通りです。こいつらをぶっ倒してカムロ町ヒルズ計画を奪い取る。ヒルズは金のなる木、報酬はいくらでも出させてもらいます。お願いできませんかね。俺はやるで。金になら何でもやる。それが俺のスタンスだからな。それに堂島の竜とかいうやつも気になるしな。一応俺もドラゴンと呼ばれてる男だからよ。おお、ドラゴン対決か。そりゃ楽しみだな。長州さんは最近ちんけな案件ばっかでな、歯応えのある相手を探してたんだよ。堂島の竜に島野の狂犬、面白そうじゃねえか。革命戦士と呼ばれた俺がそいつらに世の中の厳しさを教えてやるよ。天竜、お前はどうする？最近地上げはやってねえって聞いたけどよ。お、そうなのか。まあな、だがキリがいるってんなら話は別だ。その話乗らせてもらうぜ。決まりですね。よし、それじゃあ地上げ三重士の皆さん、よろしくお願いします。一番先にヒルズ計画を奪い取ってくれた方に報酬を差し上げますんで。兵隊はうちのギャングチームの連中を好きに使ってくれて構いません。いい結果を期待してます。ふん、誰に向かって言ってんだ。俺が失敗するわけねえだろう。早速準備しねえとな。お前らには悪いが、報酬は俺がいただくで。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ああ、時間食っちまった。
しばらく寝てろ。12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの？実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。え？1年前に知った。両親を手にかけたのは、俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか、なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて東条会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた東条会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護。さあ行くわよ。
本当にお久しぶりですね。ああ、あれから1年だ。あの時は伊達さんにはお世話になりました。いや、こっちこそ鞘のことで世話になった。鞘？俺の一人娘だ。鞘ちゃん、お元気ですか？毎日楽しそうに美容院の専門学校に通ってる。そりゃよかった。しかし、初めて会った時はチンピラみたいだったが、店長らしくなったもんだ。いや、まだまだ勉強することがたくさんあります。いらっしゃいませ。おう、久しぶりだな。こちら、俺の昔の先輩で警視庁の河原さんだ。あんたが和樹さんか。よろしくな。警視庁？よろしくお願いします。不愛想なおっさん二人で押しかけて悪かったな。いいえ。ところで、今日はどんなご用件で？お前だけに話があるんだ。あ、俺、つまみを用意してきます。お話とは？今から1時間後の午前1時、ここへ捜査陣がガサ入れに来る。え？どうしてうちの店に？ここだけじゃない。めぼしい風俗店、飲み屋、カジノがターゲットだ。何かあったんですか？この前のミレニアムタワーの爆破だ。確かな情報によると、どうやら外国人の組織が欲しいらしい。外国人の組織？あれだけ派手にやられりゃ警視庁のメンツは丸つぶれだ。そこでだ、400人の捜査人を動員して不法滞在の外国人を一網打尽にするって作戦だ。でも、この店には不法滞在の外国人なんて一人もいませんよ。不衛法にいろいろ引っかかったことがあるんだろうが、早いとこ店閉めねえとしばらく営業できなくなるぞ。ええ、まあ。でも、どうしてそんな重要な情報を私に？1年前、この店には迷惑をかけた。そのお詫びだ。そうだったんですか。いや、伊達さん、河原さん、本当にありがとうございます。さあ、これで奴が組織の人間なら仲間にすぐに知らせに行くはずだ。俺には信じられねえ。奴が海外組織の一員だなんてな。あれだけのことをやらかした組織の一員だ。簡単には見破られやしねえさ。本日の営業はこれで終了となります。誠にありがとうございました。変わった様子もねえようだ。組織の一員だなんてガセネタじゃねえのか。奴はみんな警戒すんだろうが、いつまでもここにいたら不自然だろう。まだ上がらねえぜ、奴がどう動くか。何？ほら来た。行くぞ、誠。あ、ちょっと、どうしたんですか、伊達さん。Ugh.